こんにちは、しょうです。ではですね、パワーフェスモード達人のお守り会ですね、最終戦やっていきたいと思います。さーてさーて、あとはもうボコボコにするだけですからね。リモコン使って。で、まあ、まゆちゃんだけだと言いつけが最初と最後か、発生しないので。なので、まあ、マネージャーできればもう一人ぐらい欲しいですね、理想は。高山が校長か、これでいいんじゃないのかな。よし、行きましょう。いや、いかに失点を抑えるかが鍵だからな。頑張っていきたいな。よし、さーて、しっかり押さえていきましょう。オッケー、幸先いいっすね。滝本か、3番滝本に要注意ですね。さーて、先制していきたいところ。結構間に合わないんですよね、やっぱり。オッケー、甘く入ってきた。やったぜ。記録、早速びっくりついてましたね。オッケー、胸圧シュートが狙い目かもね、やっぱり。手加減はできんぞ。ゲッツーだけは避けたかった。ちょっとザンス頑張って走ってよ。さあ、で、日野くんね、え、今回も日野くんのエラーに期待しましょうか。オッケー、いいですね、絶好調。投球は小高がセカンドか。惜しい。ひまわりか、ひまわりと小高の女の子コンビですね、二遊間が。だってリベンジャーズになるのって対戦相手って関係あるのかな。いまいちその法則は分かんないっすね。やっぱ端っこね、間に合わないんだよね。オッケー、やったぜ。ありがとう、あつ森さん。ライドモール。今ピッチングはかなりいい感じで
アウト取れてますね。結構三振取れてるんじゃないのかな、体感。あ、でもゲッツーも取っとるから、そこまでなのかな。バッティングの方のが気になるね。よろしくお願いします。おら、あいつは出せんぞ。お、ヘビさん。お、達人。まさかの投手が出塁してる。うっそー、すげえ投手戦だね。一発に気をつけなきゃいけないっすね。いや、もうボール球で釣って最後外のチェンジアップでいけないかな。うわー、甘く入った。まあ外野交代しとったか仕方ない、ね、1個か。そう、いやー、オッケー。ライゴさんそこそこ足速いからな。初回にヒット2本打っただけか。エラーになるの今ヒットじゃないな。ヒットにしてほしかったな。うわー、惜しい。くっそー。おー、やったぜ。やらかしたね。日野くん、やばいな。まあ、打球が速かったから仕方ないってことかな。よろしくお願いします。日野くん、味方ですね。完全に。あ、いや、まあ、ということは強振でいきたい。オッケー、ナイスバッティ。2点目でかいよこれは。また外野前か。OKOK、良いでしょう。あと抑えるだけだからね。チェンジアップ、よし、大切にいきましょう。大切に。
滝本か、怖いな。一発で同点だからね。慎重に。オッケー、やったね。代打か。一発あるバッター嫌なんですよね。オッケー、いいねいいね。マジか、ナックルばっか投げてくるよね多分。まあそれはそれでいいんだけど。ナックル、まあ球がでかいんで当てやすいっちゃ当てやすいんですよね。うわ、ヘビさんノーヒットか。オッケー、このまま行きますか。でファーストだけノブに、ノブに変えるか。ガイアを変えればいいのね。まずなんか F か、こっちの F か。じゃあこちらの、ちょっと不安はありますが、いやいや田中山のフォークは打たれないから。さあで外野の守備の要になってくるからね、矢部くん。日野くんのおかげで勝てた感はあるな、これ。ありがとね。よし。うおー、ちょっと甘かったな。まあシングルなら全然。さあで2アウトからちょっと手こずってますよね。オッケー、勝てたぜ。はいと、いつも通りですね。まあ、どんぐらいポイントもらえたんかな。あんまりヒットは打てなかったんだけど、結構抑えることはできたから。でも変化技術精神くれましたね。結構くれるな。やっぱリモコン偉大だな。やっぱ矢部くんレベル10だよね。もうなんで総力 D なんだろう。男矢部するとダメなのかな。
なんということでしょう。400か。もしかしたら、H スライダー、2段階持ってける可能性はあるな。これ、いけるんじゃない？うわ、いけましたね。まさかの、まさかの超スローつける羽目になるけど。ちょっと待ってね。変化球どうしようね。例えば、こう、2段階上げるんだったら、やっぱきついのか。じゃあもうこうですね。変化球は。333。まあ良いでしょう。結構技術がありましたね。なので A にして、こういうのとか取っていこう。じゃあ低め、まあ根性も取りますか。先発なんで。これなかなかっすね。持ち上げるかしら。 S にしてもいいぐらいですね。152、重い球。結構特の直で取った割には結構伸びましたね。5678910111213141415。いい感じではあるな。まあできればツーシームムービング取りたかったってところですね。なんかやってみた感じ、達人のお守りってちょっと投手向けかもしれないですね。抑える方がやっぱどうしても簡単ではないけど、なんかそのポイントは稼ぎやすそうだよね、そっちの方が。でスタミナ上げちゃうと臨床がやっぱ余っちゃうんだけど、臨床使い切るか。クイック取るしかないね。クイック A まで行きました。まあ少しだけナルミアをイメージできたかな。あ、なんだと。まあ何か落とせば敏捷使えるけど全然いいかな。いいんじゃないのかな。守備系も悪くないしね。これでいきましょうか。こんな感じでいいかな。結構普通な顔だけど。はい、では達人のお守り会ですね。投手左のエース育成ということで、結構良さはあるんじゃないのかな。もうちょい変化を伸ばしたいのかな。でもまあ変化球コツが来てないのと、特能のまあコンボ、まあコンボは起こせたっちゃ起こせたんですけど、まあ1個除いてね、結構直取りな能力もだいぶ多いんで、これで例えばプロフィットとかが絡めばえげつないことになりそうですね。ってなった時に、そうだね、球速も160近くまで上げれると思うし、いかんせんポイントがねすごくなるからね。プロフィットを言いつけとかがうまく、プロフィットを発動させれば言いつけも絶対発動するんで、社長がおるんで、ね、ということで、まあそちらも最終的には目標として頑張ってやっていきたいなというふうに思います。
でも特能的にも僕満足ですね。伸びキレ奪三振、まあ、あと緩急取るかと思ったんですけど、実際にもうキレと伸びついてるんで別にいらないかなっていうのがありましたね。はい、左のエースできたな。良さありますね。根営スタミナエース、根営なのがでかいかな。はい、ということでパワーフェスモード達人のお守り会第2回ですね、20周目はこれにて以上となります。いやオンラインで使ってみたいな。結構まあチェンジアップ持ってることに、4球種あるからね。3球種だったら、3方向だったらもうちょい555ぐらいまでは伸ばせるのかなっていうのがありますが、あとやっぱ超スロが打ちにくいかな僕的には。皆さんどうなんですかね、実際戦っとられる方は。結構超スロが打ちにくいなとは思うんで。はい、まあこんなとこですかね。では本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。